マスター、この異星人からのエネルギー小石の回収を忘れないでくださいね。それは異次元への旅に必要な貴重な材料ですから。あなたは何者？なぜ私に忍び寄ってきたの？いや、あなたはエルフじゃない。どうやって境界線までたどり着いたのか。私、シルフ・アシュリアはフィリア城の準大魔法使いとしてあなた方に直ちに退去することを命じる。私たちに何かを企てたら容赦はしない。言ってみろ。でもあえて逃げようとしないでね。重要な任務？ああ、あなたはやはりゴブリン王国が送り込んだスパイか。それなら君を手放す理由が少なくて済む。風神の制裁を受け入れろ！風の魔法に体にダメージを与えられないなんて、やるね。いや、都に帰ってみんなに言わないと。
申し訳ありません、族長様。私は私は聖鈴を取り戻します。みんなに説明を。わかりました、族長様。はい。お前だ、昨日のやつ悪者。ごめんなさい、昨日はゴブリン王国に連れて行かれた。うん、ゴブリンは生まれつき野蛮なので、あなたのように戦うつもりはありません。ああ、そしてあなたの顔も彼らより。しかしゴブリンでなくても、ここはあなたがいるべき場所ではありません。ゴブリンはずっと前からフィリア城を欲しがっています。あなたがこの国境地帯を歩くのはかなり危険です。待て待て、敵がいる。